いずれさん、キラーで鍵を間違えるとロビーで対戦します。あなたさん、なぜキラーやっていて鍵のチ違えるとそのプレイするんですか出すつもりないからですかね鍵持ってきよう <laughs> 鍵脱出しとさせるつもりが全くないからですね。鍵どうぞ。持ってきてください。でも、鍵で出るには、ジェネレーターを残り3人で、残り1台にしなきゃいけないわけで、 残り1合にさせないよっていうやつですね。そうなんか、あの、真面目な話すると、別に鍵持ってきても、残り2台で、残り2台、3台で全員ハイズリにすればいいわけだから、残り3人で。なんかそう、自分に対しての、こう、アクセントとしてプレイしてますね。試合の。要は、勝ちたいっていう気持ちはなんか、もう塔になくて、僕の中でキラーで。 楽しくやりたいっていう気持ちがすごい強くて。僕、キラーめちゃくちゃきつい立ち回りあんましないんですけど、するときもあるけど、それはまあ楽しくやりたいって気持ちが強いんですよ、今、僕の中では。だから、鍵持ちとかいると、こう、普通の試合じゃなくて、その鍵をいかに出さないかっていう試合になるじゃないですか、もしプレイしたら。それはそれで、そういう楽しみ方があるから、僕は普通にプレイしません。 キットとか4人とか来たら、フランクリン持ってって、すごい楽しい試合にできるし。なんか相手を持ってくるんだったら、まあそれとは別の、なんか楽しみ方があるというか。こう、勝ちたいという気持ちはない。あまり。そう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 。そのなんか、アクセントにするというか、そのま、鍵持ち込みよね <laughs>。いかに鍵で脱出されないかみたいなゲームに変わるから。自分の中で。 それはそれで楽しいですよ。そういう風な捉え方でプレイできると。気持ちいいと <laughs> それはそれで楽しい。多分考え方の問題だと思うな。リゼルさんは嫌なんじゃないですか単純に影出しされるとかあとめんどくさいとか。